ケモン大好き本、不思議な靴下。クリスマスイブの朝、ポッチャマはプレゼントに囲まれる夢を見ていました。でも僕が一番欲しいのは一緒に遊ぶ友達なんだ。ポッチャマは恥ずかしがり屋なので友達を作るのが苦手だったのです。ポッチャマが夢から覚めると窓の外は雪景色でした。クリスマスイブに雪だなんてまるで夢みたい。ポッチャマは嬉しくなってきました。まだ誰も踏んでいない真っ白でふわふわの雪。キュッキュッキュッ。新しい雪を踏むとこんな音がするんだ。ポッチャマは初めて知りました。キュッキュッキュッ。ポッチャマが歩いていると木の枝に黄色い靴下がぶら下がっていました。靴下が片方だけ、一体誰の落とし物？キュッキュッキュッ。しばらく歩くと今度はピンク色と水色の靴下が仲良くぶら下がっていました。ここにも靴下、一体誰の洗濯物？キュッキュッ。ふう、ずいぶん遠くまで歩いてきたのでポッチャマは心細くなってきました。キュッキュッ。ふう、ずいぶん長いこと歩いていたのでポッチャマは疲れて眠くなってきました。キュッキュッ。あー、今度の靴下はなんという大きさでしょう。大きくてふわふわの靴下、あの中で少し休みたいな。ポッチャマはちゃっかり靴下に入り、うとうとすやすや。そこにデリバードがやってきてポッチャマに注意しました。そこに入っちゃダメだよ、それはクリスマスプレゼントを入れるための靴下だからね。慌てて飛び出したポッチャマはまだちょっと眠そうです。そんなポッチャマを見てデリバードはこう言いました。そうだ、僕と一緒にプレゼント配りをしてみない？楽しいし、眠気も吹っ飛ぶよ。デリバードとポッチャマが誰かさんたちの靴下にプレゼントを入れて回ります。眠いのも忘れてキュッキュッキュッ。なんだか楽しいぞ。キュッキュッキュッ。あちこち歩き回ってついに全部配り終えました。ポッチャマが少し寂しそうです。お手伝いは楽しかったけど自分だけ靴下がないからです。寂しがることなんかないよ。君にはこの辺で一番大きな靴下があるじゃないか。デリバードはそう言うと不思議がるポッチャマを背中に乗せて大空に飛び立ちました。おーい、ポッチャマ、メリークリスマス。ポッチャマが足跡で作った
一番大きな靴下には一番欲しかった友達がいっぱい。そしてポッチャマも恥ずかしがらずに大きな声で答えました。みんな、メリークリスマス。